田島の歌が今度2曲目になるんですけれども、陽花の人たちにとっては宝物、先ほど市長さんもおっしゃってましたけれども、陽花の織柳っていうね、昔話、とても大事なお話なんですよ。その話をね、ちょうどね、皆さんのプログラムのね、一番後ろの背中のところに歌詞が長いですから、ちゃんと、はい、印刷してもらってるんでね、素敵な物語を綴ってもらってます。それを今日は浜千代子さんの歌で聴いていただきますので、よろしくお願いします。その織柳の後、皆様にちょっとご無理言います。はい、進行の都合でね、ここでこう満員になっちゃったら悪いからということで、はい、無理をお願いしました。正面のね、はい、ありがとうございます。話はつきませんけれど、やった、職場の先輩もちゃんと見えておりますけれどもね、はい、たくさんの お花を、正面ホールのね、入り口のところに置いております。それから